ございます。お友達、はい、昔の。はい。なるほどね。結構 NNB のグッズ紹介とか、うん、なんかお母さんも含め、うん、なんで雑談とかしてます、うん、めっちゃいいやん、はい、一番聞きたいんじゃない。お嬢さんかき氷ありがとうございます。チーム N さんのメンバーとあんまりなんか私的にはイメージ変わってないなって思って。わーすごい。どうしよう、まあ、食べてありがとうございます。レンボースターありがとうございます。めっちゃ売れるね。やばいです。はい、私的に入ってるし、曲はよく飲むので瞬間移動した子みたいになって即来ました。わー、ありがとうございます。皆さん思いをジメチェンとかめっちゃなんかありがとうございます。間に合わないね、これゴリ、ありがとうございます。フレッシュ、可愛いあれですか。あ、あれはもう落としました。マジスカメイクってなんなん。なんか、うん、お母さんが、うん、強めのキャラ、そのキャラのなんかスカジャンとエクステを買ってきてくれて、うんうん、でその人と同じメイクして朝カラオケ配信してました。見たかった。だからマジスカロックンロールとか歌ってなんかコスプレしながら配信してました。めっちゃいいやん、やば、見たかったな。すごい、みんないい。あとしょんまさんありがとうございます。すごずっと触れただけでめっちゃ揺れちゃう、ね、これやばいよね。めっちゃ硬いじゃん。そうなんや、うん、歌上手やもんな。ありがとうございます。あ、わたってさん、猫ちゃんありがとう。これマジ当たってるとこ見たことない。私一回だけ見たことない。ガチ、はい、毎回ハズレなんだけど。私確かにハズレばっかりしてない、うん、だよね。当たったら本当になんか、うん、ね、何があるんですか。でも本当運勢が良くない。めっちゃお姉さんって思う方が。おはようございます。9位石井さん、外れ、外れです。ありがとうございます。ハットありがとうございます。あ、リンボースターもありがとうございます。あ、ウイチョさん、猫ちゃんありがとうございます。あ、さっきの外れか、外れのやつ、外れのやつです。当たったらやばい ね、 ね、まだ見たことない。さなぎさん、ハット役ありがとうございます。タメちゃん、ヌヌビのファンだったけど思っちゃうんでしょ。怖っ。なんかめっちゃ笑顔でめっちゃ踊ってて、なんかすごーってなりました。ほんとに、はい、苗がとか、ミルビー、ミルビーって聞いた。はい、ミルビーもいたか。はい、苗がの印象が強いな、私は。そう、最新でミルビーの時はな、私めっちゃいっぱいいっぱいすぎて、めっちゃ可愛かった。マジ、めっちゃ間違えたな。ママ、なんかもうずっと顔見てました。あー、もうね、はい、やっぱファンの方目線からしたら、はい、ダンスとかよりやっぱ顔見ちゃう。顔見てます。なんかダンスも自分わからないんで、うん、そうだよね。なんか間違ってても分かんないんですけど、うん、めっちゃ間違えても可愛いってなら、はい、可愛いってなります、ね、なんか間違えてるみたいな、もうそこも可愛いってなるよね、はい、やっぱファンの人ってそう思ってくれてるのか。何してても可愛いですね。逆にじゃあ今私たちがこうステージ立てて、はい、間違えたら多分きっとファンの人たちは、はい、可愛いって思ってるかもしれないな、はい、なんか自分は間違えたら、うん、わやばってなるけど、そうやな、意外となんか自分だけだったりするよね、はい、可愛い可愛くなかった。二人はどういうご関係で、どういうご関係、先輩後輩ですかね。一番、うん、最初に仲良くなった先輩さん、うん、確かにそうかもしれない、うん、私も9期生で、うん、ゆみさんとかはプロデュースしてくださってたから、うん、そうだね、ずっとかかってたんですけど、ゆみさん以外で一番最初に仲良くなった先輩さんです。やった嬉しい。よくしてもらったのね、めっちゃ優しいです。当たったら送った人がギフトもらえる。へえ、すごいな。じゃあそれは当たらないですね、全然。確かに、スペシャルゲストって。そうです。おい、もっちゃん書いてないもっちゃんだーでしょ。はい、そうだよ、スペシャルゲストです。来てくれました。あ、かき氷とハートもたくさんありがとうございます。ありがとう。Bさん、レンボースターありがとうございます。
まっちゃんを下段席にお招きかなしてほしい。ダメだよこんな子ダメだよこんないい子がいるんだから。でも意外とさ、うん、メンバーとかさ、お母さんとかと喋ってる時めっちゃさ喋ってない？喋りますね、なんかあんまり喋る印象なかったんだけど、はい、意外となんか心開いたらっていうか仲いい子には、はい、っていうタイプなんかな。先輩方とかと喋るとめっちゃ緊張します。緊張するよね、わかる、はい、マジでわかる。弟客席から見てたっていうのもあって、うん、余計緊張します。確かになんか芸能人と喋ってる私ってなるわかるわ。なんか今まで舞台にいたその先輩さんたちを見て、うん、舞台にいた先輩さんたちが今、うん、なんか目の前にいるっていうのが不思議すぎて、うん、めっちゃ緊張してます、ね、確かにな、緊張するよな、うん、私もミルさんとか、はい、あかりさんとか、はい、そうなんか本当にもう見たことある見に行ったことある先輩方とかいた時はなんか、はいはい、みたいな、本当こんな軽々しく喋っていいのかなみたいな感じにはなってて、だからなんかこんななんかなんていう自分がこの裏に入って話したりしてるのが本当不思議な感覚すぎて、お金払わなくちゃいけないんじゃないかと思ってなんかびっくりするよね、はい、あ、コーナーさんかき氷ありがとうございます。ありがとう。いっちゃんさんかわいいスタンプありがとうございます。のれんとかたくさんありがとうございます。あ、もえ、あもえてえてもっちゃん会話、うん、スペゲス、スペゲスです。そう、SP です。 SP 姉妹みたいだそうです。うわ、私逆にでもめっちゃいろんな人と並んでも妹に見られがちやから、あ、こっちがお姉ちゃんってことじゃないよね。さすがに違うよね。さすがに違うけど、さすがに違うと信じてるけど、はい、私結構顔が合わさなかったり、はい、まあ、末っ子気質だから、はい、お姉ちゃんって言われることなかなかないからちょっと嬉しい。確かに後輩メンバーだったらそうだね、お姉ちゃんになるですもんね、うん、どっちが背高い？こっち絶対にこっちでも今150です。あ、ピッタです。え、あの採寸した、はい、150だった、はい、あ、じゃあ同じかもしれない。私も採寸で、はい、なんか絶対多分違うんだけど、150ではあったのよ、はい、150あってけど、なんか普段いろんなとこで測ると150ないからちょっと怪しいんだけど、はい、150ってことにしてる今は。でもずっと厚底を履くこと多いからめっちゃ持ってます。あ、終わった終わった。レッスンシューズとかもこんぐらい持ってますよ。なんかあれやな、インヒール履いてる、はい、履いてます。すごいな、あれで踊るって結構、はい、なんか公園とかヒールとか多いんで、うん、あ、インヒール履いてるやつとか多いんで、なんかお母さんが買ってきてくれました、うん、え、すごいね。なんか誰かも言ってた、あ、雪乃かな、あ、はい、言ってたよね、インヒール入れてなんかそのシューズを鳴らしてるみたいに言ってて、うん、ました。その時の声見てましたね。マジ？はい、すごい見てました。雪子マさん、ハートたくさんありがとうございます。あやみちゃんはなぜおもちゃんが好きなの？なんかなんだろうな、理由はわかんないんですけど、うん、ショールームで、うん、あの私のことを話してくれてたりします。でそれでなんかもうすぐ好きになっちゃうんで。かわいいそうマジで、あの、うん、歌うまくて最初、はい、なんか密着を9期生、はい、まあ、入ってきた時に密着って大体あるじゃないですか、はいはいはい、で密着見てて何人か直接見た時も、はい、あ、お披露目した時の映像とか見てても、はい、何人か気になった子いて、はい、あ、この子かわいいなとか、この子なんかちっちゃみたいなとかいろいろいて、はい、なんかあみたんちっちゃとかもあったし、ちっちゃい、みんななんかあこの子気になるとかあったんだけど、はい、その中に入ってて、まず、はい、中に入ってて、でなんかお披露目の映像はそこ入ってて、はい、その後密着見て、はい、密着で初めての星歌っててめっちゃうまいこの子と思って、はい、歌い方がめっちゃ好きだった、ちょっとなんかハスキーな声っていうの、あ、あれが好き私は。ありがとうございます。かわいいよ ね、 ね、めっちゃこのコメント来てます。あみが見てた中で2回は見かけましたよ、同じ人がおい、ふざけてるな。かわいいが帰っちゃいますね。かわいい、かわいい、マジかわいい。みーちゃん先輩に連れてやってまいりました。ありがとう、連れてこられちゃった。ハートたくさんありがとうございます。
これさ待ってめちゃめちゃさ前じゃない。いつの話一回ガッて上がんない一回ちょっと一回ガッて上がんない。すごい、あ届いてた。やばいやばい。全然ギフトザーって読んだらちょっと一回。あ一回ちょっと見ました。ああこれ。一旦ガーって読んで。ガーって読んで。あハートありがとうございます。テンディさんピンクペンライトありがとうございます。ありがとうございます。緑ペンライトありがとうございます。白ペンライトありがとうございます。ションマさんハートいっぱいありがとうございます。ありがとう。ジュンジュンさんソフトクリームありがとうございます。テンディさんはファイトスタンプありがとうございます。ファイティン。ファイティン。なんて読むんだろうこれ。なんだ。あ違う、こっちが、えちょっと待って、 LYNXX さんかき氷とソフトクリームソフトクリームありがとうございます。ありがとう。みなちゃんかき氷ありがとう。ちゃんタネさんかき氷ありがとうございます。ありがとう。どんどんおはよう。あバイバイ。どんどこばんばんさんかき氷ありがとうございます。あやちゃんソフトクリームありがとう。タネさんソフトクリームありがとうございます。どんどこバンバンさんソフトクリームありがとうございます。すごい名前や。マカダミアさんかき氷とソフトクリームありがとうございます。あごさんどうぞのかき氷ありがとうございます。ありがとう。やなぎさん、白ペンライトありがとうございます。奈良のおいしんぼさんかき氷とソフトクリームありがとうございます。ありがとう。みなちゃんミックスソフトクリームありがとうございます。クッソフトクリームと森健銀河さんアイスクリームありがとうございます。ありがとう。なんだろうこれ。ハン、なんだ。ハン、HANZOLYYYYYさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。なぎさん、かき氷ありがとうございます。野原しのすけのすけさん、ソフトクリームありがとうございます。タンベマーボーレティーナムナムさん。なんか。かき氷ありがとうございます。あまねさんかき氷ありがとうございます。ちるてんさんかき氷とソフトクリームありがとうございます。すぐるさんかき氷とソフトクリームありがとうございます。一旦終わりました。いいですね、はい、すごいみんなありがとうございます、はい、なんかね残ってんだよね。見て投げてみる。うわこれ入んのかな、わかんないけど。どうなんだろう。どこまでやんの。もっちゃんかっこいい、かっこいい、もっちゃんかっこいい、キラーン。それが先輩、先輩じゃん。もっちゃんって先輩後輩とめっちゃ仲良しよね。確かに。なんかすごいいろんな人と仲いいイメージあります。そうかな、はい、でもなんか仲良く私なるのめっちゃ苦手だったんだけど、NNB 入ってめっちゃ苦手やって最初、はい、なんか芸能界と普通の友達ってなんか仲良くなり方違うなと思って。あ確かに。なんかどうやって仲良くなったらいいか分かんなかったんだけど、はい、なんか一人と仲良くなったらもう100人と仲良くなるみたいな感じそうだから私も結構コミュ力高いさ、あのゆずはさんとかと仲良かったから、なんかそっからいろんな先輩と話したりとかもしたし、うん、先輩一人と仲良くなったらマジ100人仲良くなれる気がする、うん、確かにいろんな人とねつながりやすいかも、うん、そうだね。ここ多分呼んでるもっちゃんやそうももかさんがいます。イエイ。ちゃんのほっぺた触ってみてやって。そんな私若くないんだけどどうかな。ムチムチしてますよ皆さん。え、ちっちゃ、ガチ可愛い。ムニムニ。ちゃんとやってみたいユニット。え、隣のバナナ。やりたい、めっちゃやりたい。私大人の方かじゃ。はい。うわ、まだやったことないな。やりたいね。はい、確かに。なんか隣のバナナ、イルミアイドルで見てて、うんうん、めっちゃ好きになって。可愛いよねあれ。衣装も可愛いし。衣装もなんか歌も可愛いし。うん、あ、もうからあのソフトクリームが来た反映されてる。ありがとうございます。どうやったっけ、ジャニーズレッドさんソフトクリームありがとうございます。あ、かき氷も来ました来ました。ありがとうございます。めちゃんがしっかりしてる説。おいおいめっちゃしっかりしてるからな私地味に。めちゃんがイベントでもっちゃんとお互い負けず嫌いが爆発しちゃってたね。あ、言ってました。この前、うん、同じチームのほのぴーの配信で、うん、
そのようなことを言ってたような気がします。あ、ミューのイベントでってこと？いや、ほのぴーのイベントでのなんか今のイベントで、ほのぴーの配信にミューさんが、あの、つってて、それで一緒に配信してて言ってました、なるほどね、はい、あ、この配信でってことか、はい、なるほど。2人でピザ食べたんだよね。はい、この前ピザ食べたね、美味しかった。めっちゃ美味しかったです、ね、あそこ。意外となんかいいサイズ感だった。はい、ちょうどいい、うん、一人分のピザ。めっちゃ美味しかったよね、はい、あれ。兄さん、レインボースターありがとうございます。2人とも小顔だ。小顔、ありがとう。ありがとうございます。ことないもっちゃん、先輩モード先輩モード、で後輩モードになるから喋りやすい先輩。はい、喋りやすいです。嬉しい。なんかあの楽しいです、喋ってて。うん、めっちゃ嬉しい。緊張とかするよりかはいいよね。はい、てつさん、ソフトクリームありがとうございます。ありがとう。へいちゃん、二人とも可愛すぎ、ありがとうございます。いつかおもちゃんのお家行きたいね。行ってみたい。あ、めっちゃ汚い、めっちゃ汚いめっちゃ汚いめっちゃ汚い。お互い呼び合いと、あ、行きたいね、はい、いいね。猫ちゃん3匹います、お家に。え、マジで、はい、大好き動物。犬派だけど、はい、なんか猫嫌いっていうか苦手になった理由があって、はい、猫に蚊がついてたの、はい、で、うかわいそうと思って私、一生懸命パーンってやったの、痛くない感じでね、これ、はい、これがもし猫だとしたら、はい、はいってやったの、はい、したら噛まれた。もうね、すんごいの、あの、私逃げたんだけど、はい、ずっと追いかけ回して、最後噛むまで追いかけ回されて、はい、そっからトラウマけど、最近フーは猫飼ってたりするから、はい、かわいいなって思うようになったんだけど、もうなんか猫派でも犬見たらめっちゃ可愛いってなります、うん、え、可愛いよね、はい、毎回動物の動画見てる。お茶さん、かき氷ありがとうございます。なんやろこれ、何力かな、何力、コミ力、なんだろう。お茶さん、かき氷ありがとうございます。 あ、いっぱいありがとうございます。お茶まゆみちゃんにいろいろアドバイスして。私がなんだろう、何ができるかな、できることならば。ありがとうございます。お茶さん、ソフトクリームありがとうございます。もちもちもっちゃんだそうです。そうなんです、もちもちもっちゃんやってますの。はい、けんちゃん、ハートありがとう。ゆずは昔もっとガツガツ言ってたんだけどね。へえ、そうなのかな。私は知らなかった。確かにもちもちしてるの。あ、待って、まだこれめっちゃ前で、ここガッてガッて一回いきます。それでちょっと一回どこやろう、ここまだ大人だね。あ、ここら辺だ、ここら辺。じゃん、ハートたくさんありがとうございます。メイさん、かき氷ありがとうございます。リュウさん、かき氷ありはいはい、お待たせしました。で、一番上戻っちゃったかも、やばい。あれ、あ、でもここまたアソモンカさんのとこです。あ、ここか、この辺やな。リュウさんのソフトクリームありがとうございます。英語の方、いつも英語の方って言っちゃいます。かき氷ありがとうございます。沙織さん、レインボースターありがとうございます。ムラッチさん、トットやスタンプありがとうございます。沙織さん、花束ありがとうございます。てつさん、かき氷ありがとうございます。プリスケさん、ソフトクリームありがとうございます。けんちゃん、だるまいっぱい、あ、たくさんありがとうございます。ちゃんがあやみにしてほしい曲は、知ってほしい曲、でもなんかかっこいい系の曲やってほしいけど、はい、なんだろう、でも私かっこいい系じゃなくて普通になんかみんなでやるとしてなんかセンターでやってほしいなって思うのは、はい、シンプルで私が好きなんだけど、はい、HKT さんの片思いの唐揚げっていう曲があって、はい、めっちゃ推してんのそれ、うん、この曲がやりたくてずっとなんか M でもこの曲候補に出してたんだけど、はい、結局歌えなかったんだけど、はい、マジでいい曲だから、はい、歌ってほしい。あの、かわいいのよ、唐揚げを作るっていう曲の小麦粉つけてあげるよっていう曲があって、はいはい、めっちゃかわいいからやってみてほしい。マジでかわいい曲でも、でもなんか歌的にはかっこいい曲のが似合う、はい、顔もけど若いから、はい、なんかジオンみたいな感じ。ジオンもちょっと顔がなんていうの、綺麗系だから、はい、かっこいい曲似合うんだけど、はい、ダンスうまいし、はい、けどあの可愛らしさもあるからもう兼ね備えてるのよ。
同じ、なんか似てるその感じが。なんか大きくなったらもう可愛い系の曲がやる機会が少なくなるかもしれないんで、確かに今のうちにその同い年のみたんと可愛い系のユニットをもう今のうちにやりたいなって思ってて、私もなんか最近ダンスばっかだから可愛い曲できてない。結構知ってる方多いです。本当に、はい、めっちゃ可愛いよねあの曲。私カラオケでめっちゃ歌ってる。マヨハです。あ、マヨネーズ、ワカニャンさんのスタンプです。これはあ、どういうこと？唐揚げにはマヨ派ですっていう、あのスタンプ。あ、B2？ はい、すごい、全部持ってます。マジで、はい、すごいな。 HKT 似合う、似合いますか？可愛い、うん、似合うと思う。なんか若手の方が多いから。あ、最後のカタルシス、私回れないからダメです。まずいよなあれ。私も回るまでに2週間ぐらいかかったかも、初期の頃。若いみは普段なんて呼んでる？NNB 加入してからは、うん、なんか全員にさんつけられたんですけど、うん、まあ、それまではあとニックネームで呼んだりしてました。マイティとか、はい、うん、か、あの名前にちゃん付けとかしてました。マイティしか出てきてないやつ。かりんさんのことなんて呼んでたの？こじりんって呼んでました。あ、がなんかかりんちゃんとか呼んだりしてました。うわ、かりんさんのことは。わかる。かりんちゃんって呼びたくなるよね。もうかりんちゃんが可愛すぎて、うん、なんかもうなんかもう文字が可愛くて、なんかもうすごいです。かりんちゃんじゃなくてかりんちゃんって呼びたくなるの。あ、う、あ、ん、めっちゃ可愛い。マジで。確かに。本当に可愛すぎるんです。じゃあ緊張してもちゃんの顔見れない。見れます。可愛い。見れます。好き好き好き、ああ、好きにしたくなるって曲、すごい、めっちゃ可愛い曲。これもかみちゃんもかっこいいんだよ。かっこいいか、確かにユニットではね、クロス。あ、そうなんだ。そっか、はい、アンダーとしてクロスやってるだけなんですけど、うん、何がやりたいの？レジスタンスとかやりたいです。あ、レジスタンス合いそう。なんか歌も好きだし、うん、衣装も可愛くて、可愛いよね、制服っぽいやつ、はい、腰になんか巻いてるのいいよね。あれなんかめっちゃホノピーのイメージあるかも。あー、確かにめっちゃうまないあれ。うん、なんかどこ浮かしてんのみたいな。ダンスがうますぎてもなんかもうすごいです、ね、ザ・アイドルの曲。確かにザ・アイドルの曲とかも、ね、やってみたい。も、うん、ちゃんはがっつり可愛い顔けどかっこいいダンス。確かにナンバーいけてる。なんか私は全然かっこいい顔してないんだけど、かっこいい曲の方がやっぱ今ダンスで多いから、なんかでもやっぱ可愛い曲もやりたいなって気持ちもあるから、確かにいつかやりたいなと思うけど。法定速度という使う、あー難しいよね。好きです。今 B2 が結構やってるイメージかな。あー、これマジむずい、これむずすぎる。この前の元旦公演かな、うん、でやってましたね、ミツさん。あの MV めっちゃ好きです。あ、わかるわかるわかる。何回も見た。おぐりの最後かわいい。かわいいよね、あれ。リッチと似てる感じっていうのわかる。本当ですか？なんかわかるよね。私も最初思った。テンナちゃんは顔が似てる。はい、ジオンと。なんか 9期生にジオンが2人いるんだけど。長澤美さんに手もでも涙。身長低いからいけるかな。あ、でも良さそう。普通に歌うまいし、なんか、はい、てか9期生歌うまくない？歌うまい人多いです。7期生も割とその歌メンバー結構いいんだけど。あ、確かに。マジでなんか私の好きな感じの歌い方の子が多い。うん、なんかちょっとハースキーっていうか、いいよね。うん、かりんちゃん行ったら喜ぶよ。そうなんですか？今度呼んでみて。でも大先輩ですよ。かりんちゃんさんって呼んでみます。かわいい。なみちゃんの方です。見てみたいかも。でも似合いそうだよね、普通に。ダンスむずいからね、あれ。やばい、あ、じゃあできないです。難しいあれ。もっちゃんの麻生さんって言ってた。もっちゃんって寝た気がします。やばいだろ、麻生さん。こんなちっちゃい子に麻生さんって呼ばれて、ちょっとはずいちょっとはずいっす、それ。はい、もっちゃんかもっちゃんって言った気がします。かわいい、嬉しい。ほんと、8シャッフル。
確かにね、めっちゃシャッフルしてみたいです。うん、流れ星とかも似合いそう。あー、なんか今のうちにね、アミタンってやりたいです。いや、いいね、二人でやったら若い中学校のうちに、中学生のうちにやりたいなって言ってるんですけど。いや、いいね。じゃあもっとペアアピールしていかないとダメ。はい、コンサートとかでもしかしたら見れるかも。マネージャーさんにももうずっと言ってるんです、うん、アミヤでやりたいんですって、うん。昔私もでもジオンとそのなんかセットで何かやりたいとかめっちゃ思ってる。今もマスやけどなんか言ってて、だからずっとジモッちゃんで言ってた、言ってたっていうか、なんか仲良すぎ写真とか撮んないんだけど、あのなるべく一緒にいる時間撮るようにしてた。あ、分かります。なんかずっと一緒にいるんですけど写真はあんま撮らないんです。そうなんだよね、一緒にいるからこそ撮らないんだよね。なぜです。あみちゃんの逆転王子様、うわー、ね、今やってるよ私めっちゃむずい。でもめっちゃ可愛いです、あれ。あれ可愛いよね、はい、意外とダンスむずいから。あみあげるあみあげる好きです。はい、でもキャラクターとかですよ、ギャル好きなのは。ギャル好きなんや。はい、マジスカとかでも、うん、ギャルのキャラクター好きだったり。あ、そうなんだ。アニメとかでもね、結構そういうキャラ好き。なんか憧れない、はい、女の子の憧れというか、一回だ、やってみたい。似合わなくていいから一回でいいからやってみたい。私もギャルになりたくてロングにしたもん。あー、でもロング可愛かった。ロングいいよね。私もロング結構してるんだけど、なんかメンバーカラーとか、まあ、ファンの人は正直半々だったんだけど、はい、メンバーカラーはマジで戻して戻せってずっと言われて、もうそんな言われるなら戻しますってだって、はい、その時期も時期あったし戻したんだけど、結構ロング好きだった自分。私もね、どっちも好きでしたし。マジ、はい、嬉しい、いい子です。いいです、ね、ロングだったら一瞬さ、ちょっとさ、はい、近しめさんにさ、はい、ちょっと待って、ちょっとつないどいて。 ありがとうございますしてるやがまい。そうなんです、マネージャーさんにねめっちゃアピールしてるんですけどね。なんか知らんけど時間見てる、1時間のであと30分。あらららら、あと30分しかないです。ゼルさん、リモスターありがとうございます。ベタイさん、かき氷ありがとうございます。あ、ありがとうございます。よかった、切れる前に切るから。ありがとうございます、すいません。プチ、これでどうにか。あ、ピコさん、ソフトクリームとかき氷ありがとうございます。もちおさん、かき氷ありがとうございます。これ、あ、このくまさんだ。お、ありがとうございます。そうだよね、なんかタワー1個投げるよりくまの方が高いんだよね、ポイント数、はい、なんかその10個投げ、うん、一気に投げたら 1.2 倍らしいです。いつもは1倍だけど、はい、1.2 になる、はい、充電、そうです、充電がやばかったです。ない私結構いっぱいあった。ギフトいっぱい、ありがとうございます。あれ、リコへ来た、もしかして。ん、いや、来てないね。10連クマ、そう、クマさん10個ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんね、タワー1本よりなんか多いらしいです。で、なんで皆さん、もしタワー投げる際はクマを10個投げてくださいお願いします。もとさん、先輩ぽいやん。先輩だからな一応そうです、2個上です。そうだね、はい、え、今1年目今1年目です。1年目、じゃあ2年ぐらいか私、はい、言って2年しか、半年ですね今まだ。あ、まだ半年か、じゃあ2年半ぐらいか、はい、空いてんのは。そうですね、やばいね、そんな空くんだ。全然なんか部下にまた PC 覗かれてめっちゃ恥ずかしい、人も可愛いて、それさっき氷ちゃんの配信でも聞きましたよ私ありがとうございます。おい、ろんなとこ行ってるロンブラコさん、ケケケケンケン、ケンケンさん、かき氷ありがとうございます。
ギフトは何でもかける10。あ、そうなんだ。そしたらなんか 1.2 倍。あ、じゃあ皆さんぜひもし投げる際はまとめて投げていただけたらと。あ、けん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 さん、またかき氷ありがとうございます。それでまた遊びに行く予定とかありますか？うわ、今ないな。はい、今んとこない。何行きたい次ご飯だったら？ご飯だったらビュッフェとか行きたい。ビュッフェ、はい、めっちゃなんかあれやん、おしゃれやん。いいね、スイーツいっぱい食べた。あ、いいね、はい、スイーツか。なんか皆さんおすすめとかありますか？2歳違い。違うよ。歳何歳？12です。 12？ はい。え、13、14、15、16、17、19、7歳も違います。あ、一応これでも7歳違う。はい、ですね。私さん、かき氷いっぱいありがとうございます。そう、若さんと同じ年です。あー、そっか、ゆきの最年長、ね、若さんとも7歳差ですね。なっちゃんさんがアイドルになりたい理由、アイドルになりたい理由を知りたい。アイドルになりたい理由、なった理由、なった理由、あ、なったか、なった理由か。普通に目立つことが好きでした。あー、すごい。目立ちたかったからアイドルになったけど、うん、まあ、シンプル NNB も昔から好きだったし、はい、NNB がいいなと思って、はい、まあ、アイドルが好きっていうか NNB 好きだったから、はい、NNB しか受けてないから、じゃあな、なんかマジで目立ちたかったの一本でした。私も、私 NNB が好きだったんで、で、8ケーサヤさんの応募が4日ぐらい足りなくて、うわ、なんか10月30ちょっとバレなかったんじゃないそれ、ワンチャン。10月か9月ぐらい、9月だったら1ヶ月なんですけど、うん、9月か10月までに12歳になる人です。で、バレるね、うん、ちょっとまだギリ11歳だったんですよ。うわ、若っ。何ヶ月何日の足りないが一番悔しくて。確かに、うん、みちゃん何回公演がめっちゃ似合う。うん、似合いそう。確かに可愛い系多いですもんね。可愛い、楽しいよあれは、うん、まっちゃんがレーポンかと思った。何がやろ、何のもう時差とかさ、あのめちゃくちゃさ遅いからさ、あれたち12歳さ、ああ、レイポンかと思ったってことか、髪の毛の感じ。あ、なるほどね。レイポンは今どっか行っちゃった。モス東京旅行、あ、行きたいですね。東京ね、めっちゃ楽しいよ東京。いろんなもんありそうですね、マジで。でもなんかそんな、私も行き過ぎてさ、当たり前だからさ、はい、なんかすごいってならないから、はい、いっぱいショッピングモールとかあるのすごいってみんな言うんだけど、はい、なんかもういつもやっぱ行ってる場所だったらあんまりね、もう全然紹介はできそう。一応お姉さん、わらわらじゃないまだ JK なのと思った。やばいよね、私も思ってたよ。もうすぐ20歳なんて聞いてない私は JC ですね。 JC ってやばいよね。 JC1 です。もーちゃんとユニバ一緒に行こう。あ、行きたいです。ユニバいいね。もう年パスだってあれだよね、なんか出たじゃん、はい、高いやつしか年パス使えないとかあったから。もう3月まで使えるんです。あ、マジ？私10月までだ。ギリ小学校、ギリ小学校の時に、あの小学校の値段で一番安いやつ買って。え、いくらなの小学校の値段？1万4000ぐらい。やばいね。一番安くて小学校だったら1回の料金やん。はい、なるほどね。だからもう3回ぐらいで、うん、3回もあれ何回行ったら元取れるんやろ。でも小学生とかだったら3回ぐらいで元取れます。3回とかぐらいかな。うなぎさん、レインボースターありがとうございます。並ぶと思うか。お姉さんだね。ありがとう、ありがとう。12歳、そう、12歳です。マジてんてんてんだよ、うん。今日二人で TikTok 撮って、TikTok やってるんだっけ。あ、研究生で撮ってる。ダメじゃん、研究生じゃない研究生じゃないから。なんでね、アイドルの歌詞と同じでアイドルになったらめちゃくちゃ大変でしたね。確かに。そうやな。でもそれ以上に楽しいことがいっぱいあるから、うん、楽しいことの、なんて、楽しいことの、はい、なんか景色とかさ、すごいじゃん、はい、ステージからの、はいはい、なんかそういうのでなんかすごい満たされるよね、はい、頑張ってよかったって、うん、だから全部忘れる、その辛かった時とか。確かに、そうですね、大変だった時とか。2人とも年の目に来てくれて感謝、あきら先生アイドルにな
って正解の素材人材かな逸材逸材か逸材とかちょっと噛んだしありがとうございますありがとう なんやねこの今どの話をしてる時なんかさもっとかって言ってみる上あ、またまたあーでも結構もっちゃんの TikTok にあめちゃんが全然いいよ確かに今日なんかねあの音源が全然わかんないんだよね私私の TikTok 見てないんでわかんないねちょっとやっとろやよいしょ前しとりたいちゃん先輩は目線がめちゃくちゃお姉ちゃんマジ身長もう抜かしたんじゃん自販機当たりすぎ確かにさっきピロピロって言ってたねそう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 美味しそうなやついっぱいあるからあ、ケンケンさんアイスクリームありがとうございます2月6日に20歳そうですでも来年ですねそうなの来年なの私は今年で13なんですけど13でも全然遅生まれ11月なんですよ、うんうん、でアミの方がちっちゃいのにアミの方が先13っていう今とっても不思議な状況にいますなるほどねアミたんねちっちゃいよねでもやばいですアミたんもしょなんか安堵身長のまとまってます小4ぐらいの感覚です、アミがねえちっちゃいわ JC1 というパワーワードそうアミタンとね、同じとしてまだ JK でいけるよお母さん、行きますありがとうございます JK ですJK ですまだまだちょっと行きたいんだけどね、私も、はい、ちゃんがあゆみちゃんの家になんとかは私がももかさんの家に行くということですかどっちだ分かんないちゃんが、じゃあ私のお家にか、うん、ももかさんが今びっくり、どこに家あるのとか言いそう危ない普通に聞こうとしたちゃんがやみちゃんが可愛がってるのが伝わってくるめっちゃ可愛いよねありがとうございます可愛いむくらすさんわかんないけど、ソフトクリームありがとうございます。ありがとう。あ、たくさんありがとうございます。高本さん、アイスクリームありがとうございます。ありがとう。インドネシア。インドネシアか。ジャカルタだ。今行ってますね。行ってるね、みんな。ぜひね、NB メンバー見てください。はい、もっちゃん、13歳の子何してた ?13 歳って、中1?はい。なんか授業中にお腹空いて、うん、なんかそのポケットに入ってたラムネを食べて怒られてましたなんか家でラムネを食べながら、はい、その準備してて、はいはい、やばいってなってたの、はい、やばいもう時間ないみたいになってて、はい、急いで出たら入れてて、はい、めっちゃお腹空いちゃってその3時間目ぐらいの時、はい、でなんかラムネラッキーと思って食べたらめっちゃ怒られたなんかバレちゃったかわいいですそうそんなこともありましたそのもんかさんはずっと JK に見えるもんなってそう吹けないんですよねしちさんかき氷ありがとうございますありがとう斉藤も身長伸びたんじゃない身長は私は伸びました伸びないよ伸びないよ縮んでるよなんかお姉ちゃんするの違うなーびっくりしたのあ、ごめんなさい何の時間にもった今 JK 女子格闘家お、なんでなんでJK 女子格闘家、そういうことね JK にもイニシャルだよねおじにもなれる天才だよ天才的なアイドル様って感じですじゃあケモちゃん先輩もいいけど大人のいる気とかわいさが絶妙に混ざった、ももちゃん先輩も良き良きです大人のところ一面もありませんが笹岡さんが緊張しちゃうお母さんがねお家に来たら緊張しちゃいますそうさんは、料理上手だから美味しい料理を作ってそれ料理ないんだよねそうなんですかめっちゃむずいけど、はい、手際はとかなんか最近その料理とかやり始めたから、はい、そのなんかテキパキはできないんだけど、はい、結構ファンの人と一緒にルーム配信で、はい、生配信で料理配信とかして、はい、この間パン粉とか撒き散らしたんだけどいろんな事故ありながらもう味はめっちゃ美味しかったから、はい、大成功でした。いつか食べたいですね。私もこの前あの3人同期3人でタコパした時に
あのこんにゃくを入れようとしたの、うん、そしたら外にめっちゃブワーって巻き散らしちゃいました。こんにゃく入れるのいいよね。はい、美味しいよね。たまにプニってして美味しいです。ゆうとさん、ハトありがとうございます。りんくんかき氷ありがとうございます。ありがとうございました。100個ゆうとさんありがとうございます。ゆみちゃんの家にもっちゃん来たら笹岡さんが来ることになるね。笹岡さんってなんなん。え、ささやきおかみですか。オーディションの時にショールーム審査があって、うん、その時にラジオで私やってたんですけど、うん、お母さんがラジオでなんか近くにおっても見えないからいいやと思って、うん、でなんか小さい声で聞こえないと思って、うん、あ、これ呼んでみたいな感じで支えてたんですけど、それ全部もう入ってて聞こえてて、うん、で支えてるおかんで笹焼きおかみってなって、なるほどね、笹岡さんってなりました。すごっ、はい、由来がすごい、はい、ちゃんとねあるの。めっちゃ違くてない。これまだ ラムネですね。ラムネの時代まだこれすごい。ラムネの時代か。ラムネの時代です。中学時代からおてんば娘。いやいやいや、でも先生にめっちゃ怒られてた。そう、そう、私あの女の先輩と仲良くなれなくて、はい、ちょっと、うん、数学の先生とまず相性悪いの、はい、私って、はい、なんか数学の先生ってすごい頭脳的っていうの。あ、分かります。だから結構厳しいっていうか、私と本当に合わなくて、はい、一人だけ仲いい数学の先輩の先生いたんだけど、それ以外のあと4人ぐらいの先生誰とも仲良くなれなくて、はい、ほとんど嫌われてた。そう、もうだからもうなんか女の先生とはどうやって仲良くなったらいいか分かんないっていう話をここに入ってミユと一緒に話したら、え、ミユもみたいになってめっちゃ意気投合した。そう、なんか私の学年の先生、うん、男の先生多いんですけど、うん、私の担任と、うん、私1組で2組の先生が女の人なんですけど、うん、その1組のなんか私の担任はまあ担任だから普通に喋るんですけど、うん、自分の担任よりも2組の担任の先生の方がめっちゃ喋れます。マジで、はい、いいな、そんなんなかったな。なんか美術の先生で、うん、なんかもうなんかね、そのめっちゃ年上の先生なんですけど、うん、なんか可愛いんですよ、なんか可愛い先生多いよね最近の方は。生徒の人気も高くて、うん、うわ、なんかめっちゃあだ名で言われてます。いいな、はい、めっちゃさ前じゃない、もしかして。そうですね、思いました。あ、だるまありがとうございます。あ、いったん沙織さん、だるまありがとうございます。いっぱいありがとうございます。あ、花束もありがとうございます。すごいいっぱいありがとう。なんかさっきケーキ、うん、ペコちゃんだ、ありがとう、ありがとうございます。リンゴスター、メリケン、メリケン銀河さん、ありがとうございます。一旦上に行きたいと思います、はい、ね、一番上に、うん、担当じゃないけど、話せる先生って言いますよね、うん、確かに確かに。それでちょっと内申点上げてます。わかる。アイドルメイクのアドバイス、アイドルメイク、最近してる？ずっと、はい、なんか結構メイクはして、あ、あ、おじさん、あ、外れ、外れ。アイドルメイクか。お、エンジンしてますね。エンジンしてます。アイドルメイクか、なんだろうな。私はあの絶対必需品があって、はい、なんか目の上にこういうめっちゃ大粒のラメを入れるんですよ。こういう上ですか。そう、ここに上、ここのこの辺の範囲に入れると、はいはい、目開けた時もめっちゃキラキラするの。わかるかな、この辺とかに。この前、うん、かまととかの配信があった時に、うん、今日はかまととやからここに塗ってあげるって言って、めっちゃラメ塗って、うん、確かに。そうとか、はい、でもまつげバチバチにすることとかかな。わかります。めっちゃバチバチです。まつげはマジでめっちゃ上げて、うん、まあでも松葉とかした方が早いかもね。でもね、もう私たちもマチパできるんで。できるんか、はい、結構みんなやってます。いやいや、コンサート前にやろうと思ったんですけど、うん、全然時間がなくて。マジなかったよ、はい、マジなかった。ピコさん、レンボーさんありがとうございます。ケンケンさん、ハートありがとうございます。タコさん、
そうそう、B2 公演のお時間もね。そうですね。うん。あ、まだもうちょいです。6時からかな。そうだね。アンゴさん、レンボさん、ありがとうございます。元気バリバリアイドルの貴重なアドバイス。こっちも元気だから。まゆみちゃんまだそんなせんでいい。そう、まだそんなしなくていいんだよ。はい。いつも日焼け止めに怒んなですね。いいね。しなくていいよ、そんな。ケンケンさん、ハートありがとうございます。アゴさん、かわいいスタンプありがとうございます。ペコさん、レンボースターありがとうございます。まだ早い。早いか。せやな、まだ早いな。夏場解禁されてるんだ。そうですね。なんか、なんだったかな。忘れた。パーマした方がさ、はい、可愛くなるっていうのも一つなんだけど、私はめっちゃ汗入ってきちゃうから、はい、なんか、やってたかな。あとまつげとか落ちてきてさ、目の中にジゴミとか入るやん、はい、あ、はい、だからまつパしてた方が楽だなって思った。研究生時代とか特に。でもなんかこの前、うん、12MC の時に、うん、めっちゃ前髪がこうなって、うん、から汗垂れて、うわ、目にめっちゃ入って、でそれとアイラインかな、うん、もう一緒に入ってきて、最悪、もうめっちゃ痛くてずっと目パチパチしてました。アイラインを、うん、落とさないコツがあって、はい、最初ペンシルで引いてもらって、はい、その上からリキッドでなぞると、はい、マジで落ちない。これ研究生時代に私がなんか発明したんだけど、はい、マジですごいかった。今度メイクさんにもやってみます。そう、やってみてくださいって。マツパしたらめっちゃ目クイッてなって、そうそうそう、かわいいよね、はい、あげなくて済むし。なんか鳴る前やってたんですよ、うん、でも落ちてきちゃったんですけど、うん、めっちゃ目もパッチリしてて、その時、うん、すっぴんも可愛くなるよね。はい、その配信でメイク一つであんな顔出てびっくりした。そう、なんかめっちゃギャルメイクみたいなのしたんですよ、うん、ギャルのキャラクターのコスプレしたんで。ギャルだ、はい、いいね。エクステとかもつけました。すごいね、朝からそうなんだけど、私朝からほんと動けない。お母さんにもね、早起きしてもらったんですけど。ママ、あ、ジョンさん、白ペンライトありがとうございます。ありがとう。みーちゃん、10代と変わらない。変わるよ。変わるよ。あ、ケンケンさん、レインボースターありがとうございます。なんか話そうと思ったんですけど、忘れちゃいました。うん、忘れちゃった。忘れちゃったね。これ今、ランキングとか見れんの？ランキング？ここ？あ、間違えた。あ、これは。見方が分かんないんだな、これ。私は今、チームの中で1位ですね。3人の中で。3人で合計ってこと？3人で合計の点数で1、2、3が決まります。チーム戦なんですよ。なるほどね、はい、チームで何位とかどうやってどこで見れるの？なんか一回ね、サイトとかに飛ばないといけない。皆さん何位ですか？私は今4位です。今4位、はい、惜しいんですよね。ギリさん、マヤッチさん、白ペンライトとピンクペンライトありがとうございます。まあ、どこが1位なんだろう今ね。レイポンとアミタンとワカタンのチームがもうダントツで1位ですね。そうなんや。あ、今4位か。はい、4位。いや、頑張って今日中に3位まで行きたいね。明日がね、昼夜なんで、うん、ちょっとめっちゃね、順位がガラッと変わることがね。確かに。チーム順位の一覧できませんですか？私もね、出てきないです。だからなんか、うん、なんかチーム A とかで一個一個見て、うん、なるほどね、やらないといけないで、ちょっとね、大変です、それは。イベントマジですごいからね。赤ちゃん取ってきすごいですよ。ね、一本。はい。最終日は怖い。そうなんです、最終日。目指して A チーム。頑張ろうぜ。エンジェルとお姉様たちっていうチームなんです、私たち。かわいい。ね、なんか A、チーム A やって、うん、A からつく、その単語とかを探してて、うん、でエースいいなって思ったんですけど、前のイベントで使ってはって、うん、でエンジェル良くないってなったんですけど、なんかお姉様メンバー、お姉さんメンバーがいるので、うん、エンジェルとお姉様たちにしようってなって、可愛いね、いいね、そうなりました。いい、ね、名前よろしくお願いします。お願いします。あそこのチーム強いな。そうなんですよ、チームの順位表来年な。そうなんですよ、だから一個一個ね見ないといけないんですけどね。むず、見方むずいね、はい、だから一個一個には A チームパシャ、 B チームパシャってスクショしてます。はい、誰が決めたの？一回エンジェルを誰やってかな、誰かがリオピかホノピーがエンジェルって書いて、うん、ホノピーがお姉様たちも入れようってなって、
はい、私はあのね全然なんですけど、ほのぴー、ほのぴーと一緒か。そう、ほのぴーとリオピです。リオピピピです。ピピリオピってさ、はい、フーアの初期に似てない？あー確かに、なんか目のさ、はい、でかさっていうの、はい、もうリオピ目、なんか目の横の範囲がめっちゃでかいやん。はい、だからめっちゃなんかそう見える。身長もね高い。そう高いから、なんか初期の頃の服装みたいなのもすごい似てて、ふんわり見える。ジュンジュンさん、ハートたくさんありがとうございます。うん、朝見た時3位4位のさ200万ポイントあったような。うえー、やばい。まあ、朝だからね。朝は。そう。よくもスタイルめっちゃ。スタイルいいよね。なんかそのメンバー。てかランウェイに立ってほしいのが個人的にリオピに立ってほしくて、もうスタイル足長くて身長も高くて細くて、確かに、はい、個人的にリオピに一番めっちゃ立ってほしいですね。いや西島リオさん、あ、そうなんだ、似てるって確かに言ってましたね。めっちゃ似てるなと思ってた。もっちゃんもこっそりお姉様たちに入ってください。私お姉様たち、ちょっと起きれないからさでも朝は私なんです、担当が。あ、そうなんだ、はい、夜はあのね、その12時までできるお姉さんたちを担当します。なるほどね、はい、私が中学生で8時までしかできないので、ちっちゃいわ、はい、なんかそのサイトには15歳未満9時までって書いてあるんですけど、うん、マネージャーさんに聞いたら、あ、中あゆみたちは8時までだよって言われたので、わ、本当に悲しかった。まあでもね、他のメンバーが頑張ってくれたら、はい、2人もいるのでね、うん、めっちゃでかいです。最終日は大きく動くから500万ポイントさあ、でもまだ怖いです。そうだよね、私もだってイベントやった時、はい、なんかもうタワーなんかもう200本ぐらい届いたもん。本当になんか意味わからんかった、200も200以上あったよ。なんかもうやばかった。でもここ全部見えなかったもんこんなんだったすごい本当にやばい、まだわかんない。コーナーさん、レモンスターありがとうございます。マサのさん、かき氷ありがとうございます。ジュンジュンさん、ハート500個ありがとうございます。最初リオピとコヨリの区別つかなかった。マジ、コヨリンとアヤピョンが似てる、はい、あー、なんかわかりました。今はあんま似てないけど初期にちょっと似てるなと思った、はいはいはい。なんか似てるメンバーとか多いですよね、うん、そう、似てるメンバーあと5分ぐらい、あと5分ぐらいだ。あ、そうそう、男女を読みよう、ランキング読みます。あらら、いきます。13位ヤシチュさん、ありがとうございます。12位サオリさん、ありがとうございます。11位ワタッチさん、ありがとうございます。10位高間田さん、ありがとうございます。9位ジュンジュンさん、ありがとうございます。8位しょうまさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、めっちゃ変わった、変わった。もう一回やります。と13位さおりさん、ありがとうございます。12位わたっちさん、ありがとうございます。11位高本さん、ありがとうございます。10位コーナーさん、ありがとうございます。9位しょうまさん、ありがとうございます。8位みーさん、ありがとうございます。7位むらっちさん、ありがとうございます。6位じゅんじゅんさん、ありがとうございます。5位けんけんさん、ありがとうございます。4位ぺこさん、ありがとうございます。3位めでたいさん、ありがとうございます。2位むーちゃさん、ありがとうございます。1位はりょうさん、ありがとうございます。ありがとう、みなさん、あ、聞いちゃった。まだあと5分ぐらいあるのでね、はい、あと4分ぐらい。コーナーさん、ありがとう。スタンプありがとうございます。ありがとう。目と心の癒し、ありがとうございました。あゆみさんもございます。さこさん、見てくれてありがとうございます。タイムキーパーです。ありがとうございます。もーちゃん、坂本エレナに似てる。誰だろう、誰だろう、初めて聞いたの。後で調べてみます。あんかちゃんとモツオジはあんま似てないそう、似ても似つかないから、はい、最終日の配信の束はえぐい。そう、やばいのよ。すごい、あのこういうイベントとかね、私初めてで、9期も2人だけその個人で戦でやってたんですけど、うん、こういうの9期みんな初めてで、うん、そういうのがなんかねあんま分かんないんですよ。ショールームも全然やったことないメンバー多くてね、うん、え、そうだよね、はい、やばいよ。 Now はちょっと結構前ですね、これどんどん下だから2分前です。
スクショタイムも後で。スクショタイム何するポーズ？ハートしたいね。ハートしようじゃん。スクショタイムお願いしますって。よし、スクショタイムいきます。どういうハートにする？はい。おー、朝おやばい人が来てしまった。おはようございます。ショールームやろうと思って開いたらなんか朝おがいたって。ちょっと先輩どうですか？ちっちゃい子いますよ。ちょっと赤間ちょっとちょっとやりすぎちゃった。ちょっともうしおりさんが来ちゃいましたけど、はい、仲いいんですよ。あしゃ、あと何がしたいかな。あとオッケーかな。朝おーって来ました。そう、しおりさんが来てました。57分、あと2分ゴリパイセン。そうで、私でもしおりさんなんかもう5年も先輩だから。え、あ、8年ぐらい先輩になるんじゃん。はい、大大大先輩なのに。もう大先輩です。すごいよね。この前 の、うん、あっちっち祭りの M さんの、うん、あの劇、うん、めっちゃ面白かった。出た、あれ出た出た出た、あれマジであれ本当にリハがいっちゃう恥ずかった。なんかさ、はい、みんなにもうファンの方に見せるのは正直いいのよ、はい、確かに。なんか結構笑い声とかね、そう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 、リアクション取ってくださるんですけど、メンバーに見せた時、はい、いっちゃう恥ずいから、なんかもう何やってんのこいつはってなるから本当に恥ずかしくて、どうしていいか分からんかった、うん、私ちょっとにやけながら見てましたよ。本当にね、嫌だった。ゴリパイセンとか言って怖い人が来た。怖い人がやばい。あと1分です、うん、わっ、皆さんたくさん来てくれてありがとうございました、はい、ありがとうございました。あっという間ですね。あ、出た、間違えた。そうです、誰なんて読むのこれ。あ、友永美桜さんだ。HKT さんのめっちゃ可愛いよね、大好き、嬉しい。なかなか意外けど引かないでね。あれかな、タワーの話かな。ちょっと頑張ります。頑張ります。いやさすがに JC には手を出さなかった。ちょっとやりすぎちゃうから。掃除の師匠、師匠、そう、師匠なんで。そうね、今日は最終枠、そうです、これが最終枠です。わあ、ありがとうございます。皆さん、皆さん見てくれて、あと10秒ぐらいです。わお、またね、一緒にコラボ配信できる日を楽しみにしててください、はい、これ多分3時間になったら勝手に切れるので。あ、勝手に切れるんだ。はい、もうなんかね、この前は切れ、ま、切れたっぽいです。切れなかったらもう自分でもらってってか切ります。こんなさん、お疲れ様、ありがとうございます。ありがとう。なみちゃんも8年もいたら無理な、やるかな。やらないでしょ。やらないよ、多分絶対にやらない。結構多分ナンバラエティ公演とかに出させてもらえるようになったらやるかもしれないです。確かに、いつかね。変顔とかいける人？え、頑張ったら。あ、マジで、はい、私絶対無理な人。絶対無理なんだよ。皆さんありがとうございます。もう1時間、もう本当めっちゃあってですよ、うん、私もいつもなんかもう普段ね、休みの日3時間とかやってたんで。マジで、はい、すごいな、うん、長々ありがとうございます。そのまかさんがコラボでめっちゃ嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。私もね、ありがとうございます。これ止まんないね。一応10、あ、止まんないな。あれかな、うん、なんか朝とか昼のやつがちょっと早めに終わってたら。あ、なるほどね。2、3分。じゃちょっと今延長しとこうか。延長しとこう。1人1、3時間ってこと？はい、1人3時間で、じゃマックス使った方がいい、ね。チーム合計9時間。はい、とか明日がね、なかなかできないので、うん、今日はもうマックス使って切れるまでやります。そうだね、やっとこう。はい、その配信も頑張ってください。ありがとうございます。頑張ろう。むちゃさん、リンボスター、ありがとうございます。 TikTok 楽しみにしてる。何撮ろうか、何がいいんだろう今本件。なんか簡単なやつがいいですね。私もできないから、はい、見てないので全然。え、そうなんだよね。簡単に振り覚えれるやつがいいですね。みんなありがとうっていうの絶対する前のやつだよね、はい、1分、あ、1分になっちゃった。もう俺が3時間読んでる。うえあ、私のお母さんがか。なるほどね。お母さんめっちゃね、ワイワイ系の人なんで。すごいいいね。はい。親がワイワイしてんの。キットさん、レモンスター、ありがとうございます。ありがとう。アマンニーさん、レモンスター、ありがとうございます。ありがとう。2人でじゃんけん。じゃんけんでよ。最初はグー、じゃんけんぽい。うわ、負けてるわ。負けました。負けたよ。負けた。しっかり負けた。じゃんけんって、うん、初め。
これ出そうって思ってもなんか最初グーだから、うん、なんかそれを出せない時とかあるんですよ、ね、なんかずっとこの状態でおったら、うん、手動かせなくて確かにこれで負ける時もたまにありますじゃんけんってマジでなんかずっと勝ってる人すごいよな、はい、もう運の塊です。すぐ負けるから力いっぱいで可愛いですね。ありがとうございます。ありがとう。あとガクさん、エンボスターありがとうございます。ありがとう。あっち向いてほい、あっち向いてほいよ。最初はグーじゃんけんぽい、あっち向いてほいじゃんけんぽい、はい、こうでしょう、あっち向いてほい、あはきたーみんな、わー2回で負けちゃったよ。激弱です、激弱です。それはちょっとあっち向いてほいはねあんま強くない。わかる、ちょっと苦手だよね、はい、釣られそうになっちゃう。うん、そっち向きたくない。さんかき氷たくさんありがとうございます。ありがとう。あとソフトクリームもありがとうございます。すごい、ほら買って笑って負けてない。あ、ちょっと違う感じになってる。買った負けました。やばい、あっち向いてほいあんま買ったことないです。ないよね、私もないよ、めっちゃむずい。 YouTuber P 横チャンネルさん、ソフトクリームありがとうございます。あ、かき氷ありがとうございます。スクリームもう1ポーズぐらい、なんか桃とか作っとく。桃だ。カシャ。ありがとうございます。なかなか切れないですね。そうね。え、勝手に切れるの本当に。わかんない。え、でもこの前、うん、まじ、ちょっと切れでも、まあ、ちょっと3時間わかんないんで一応ね。どうなんだろう。みんなに聞いてみようよ。いきます。みんなどうですか。これ3時間で切ったり切れます。これ切れたことありますか。でもこの前どうなんだろう時間、うん、ね、年齢の方の時間で切れた説もあるんですよね。それは絶対あると思う。じゃあいきなり切ります。今日はえ、うん、どうなんだろう。え、一旦聞いてみよう。3時間で、あ、勝手に切れるんだ。切れる。あ、じゃあ今日早めに終わっちゃったってことかな。他のやつ知らない。知らない。そうだよね、知らない。ミショルーム好きやもんね。はい、楽しい。楽しいよね、うん、なんか一回やったらもうずっと喋りたくなって止まらないです。なんだろう、どうなの、切れると知らないが今んとこ ね、 いますね。一旦じゃあ、はい、ま、6分ぐらいまでやってみて、切れなかったらちょっと一回考えよう。考えます。どうなんだろう。一応切れた時にありがとうございました、ありがとうございました。今日は一旦ね、本当に、はい、一旦ね。朝遅かったね、確か。そうですね、朝遅かったけど、どうなんだろう。遅かったってどっちの遅かったの。終わるのがね、あ、なんか遅かったんですけど。そうなんだ、はい、私めっちゃ測ってたよ、ちゃんとアラームみたいなので。すごい。でもなんかこの前配信で、うん、なんか朝やってたら謎に変な時間にアラームなりました。こっちゃんの配信最近見てない。お、見ろ。する。なさっき見ましたよ。なさい。さっきなんか食べてましたけど、はい、生ハムですか、あれ。そう、美味しそうです。美味しかった、めっちゃ。生ハム好きだから。めっちゃ美味しいよね、イタリアンな感じ。はい、もうちゃんの時最終日を切れなかったって記憶しかない。そう、なんか切れん時もあったんだよな。じゃあ今日は切れない日なのかも。切れないのかな。どうなんだろう。あと1分ちょっと待ってね。そんなことあります。6分も、6分もそんなにことある。配信イベントあるから早起きも大変だね。ねえ、でも結構ね早起きはね